そして、作った PDF はね、まあ、iPhone をつないでますけど、iPhone の、アプリケーションの、例えば、PDF リーダーの Goodreader のフォルダーの中に放り込んでやれば、簡単にコピーできます。ね、はい。そうすると、ここに転送されています。で、試しにちょっと見てみましょう。そうするとね、こんな感じで今、転送された PDF ファイル、パソコンで、ウェブページを PDF 化したこのファイルが iPhone で簡単に見れるわけですね。もちろん iPhone 上でいくらでも拡大しても画像がありません。